尻尾が垂れているよ。分からん。うん。ばあちゃんからやから、おやつが入って、美味しいおやつが入ってるかも。出てんの。うわ、もう和菓子が。ほら、見て。動いてる。飯田的には柿、うん、あとそのネットなんやん、梨あるか、違う、バナナ、バナナか、バナナも買ったバナナや、かぶりつく。かわいそう。これは切ってちょっとやらんと。ほら、勝手にやった。もう飲んだで、味わわないと、あ、まだ、まだ、お座り、もうタッチ、タッチ、また可愛いからもらって、してんの。そうなんや。まだ朝まで話してはないよな。ちょちょ、なめなめ攻撃でさ、小屋に入らされるやん。何時ぐらいになめなめしてくんの？すぐ掘り込まれるん？すぐじゃないと思うけど。今日は朝まで頑張れるかな、なめなめせずに。明日の朝になったらな、うん、寝そべるティーダ、俺の推しの寝そべるティーダが1位になってるかもしれない。ママの推しの笑顔のティーダが今優勢です。
どうした？どうした？分からんて動かれへん。この縛り、うん、って言われて、うん、叫んでたで、うん、夢じゃない、目開いてたもん、ね、見えてんねん、パパがそこにおんの、チーターもその辺でコソコソしてんのも見えてんねん。いや、ずいぶん前に出てきてあったけど、うん、出てきて何言ってたの？ママの横で寝てて、あ、そうだ、ママが叫んだから、すいません、霊的なもん分からん、もうなんかずっとこうやって手で押さえられてた。誰に？誰かしら。俺は押さえてない、感じがした、ここにこうやって見える、なんか見えない。めっちゃ目開けてこっち見てた。誰？あなた。うん、パパって呼ぼうとしてんのに声で。でも俺見てたよ。見て、それはない、パパの顔はぼんやりしか見えへん。あ、そう。うん、一番最初叫び声上げた時は寝てたで。誰？あなた。そう、うん、夢と夢も見てたけど、うん、夢見てたけど、半覚醒状態で、うん、脳の指令が体にいかないから、うん、金縛り状態になるっていう、うん、こう身体的な、そうね、それは知ってる、疲れてるの、疲れてると思うよ、犬もなんで犬も疲れてる、寝てるから、うん、早く寝なさい、寝た、すぐ寝たよ寝てた、寝てた、パパやろ、早く寝なさいよ